8、2時間ぐらいかな。2時間でこれ撮ったの？うん、半ぐらいか。すごいね。楽しかったな、これじゃあ今日はね、皆川さんはおじいちゃんの調子が悪いからお仕事休んだのよ。お父さんは知ってます？あ、お父さん松岳に行ったのは知ってる。あ、皆さんお土産持ってくるかなって言ってたって。お母さんの感じやらないとね。恵子さんが具合が悪いから休んだよとは言ってないから、うん、ありがとうございます。でも会社でね、選択に嬉しくて言ったのじゃあバレてた。今センちゃんの話してる。じゃあバレてた。いやいや、すごいな。少しもらう。もらってもらって、うん、またケヤムさんたちのとこにも今言ったらね、ステムさん家にいるよって言って、みんなに分けてあげて、お父さんも言って。あ、全部は168、すーげー、数えました。シンくんに並べて数えて。ちゃんと旦那さんにこうしてきてあげた。お父さん、あ、これね、キノコもらおう。ね、どれもらう？何本もらっていいですか？って聞いてください。ちゃん、ね、はちっちゃいの100ぐらいかな。何本もらっていいですかって。うわー、すごいな。いやいやいや、立派。ありがとうございます。ここ、あ、ここ、あ、ここ、ね、それいいです。ここいい、嬉しいです。いやいや、これは、ね、今日は松茸ご飯作りにいいな。今日は松茸ご飯は食べました。食べた？いただいた？あら、よかったな。ね、あ、じゃあ朝から頑張る。朝っていうか、昨日夜っていうか、まだで茶碗蒸しと、ドビン蒸し、ドビン蒸し、すげー。すげー、松茸尽くしだ。